現役生活の最後の日々を日本のサガン鳥栖で過ごした元スペイン代表 FW のフェルナンドとレス氏。日本行きを決める前にはあまりにも癖な形で古巣アトレティコ・マドリードに礼を告げていた。今シーズンの欧州サッカー、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を実施中、アトレティコの生え抜きスター選手あり、若くして、クラブの象徴的存在となった。レスは、その後リバプール、チェルシー、ミラでのプレーを経て2015年1月に7年半ぶりに、古巣へ帰。翌2015、16シーズンには、自身6年ぶりとなるリーグ2桁得点を挙げるなど復活を果たした。だが、年以降先発での出場機会は減少し、2018年4月にはのシーズン限りでの退団を発表。ラストマとなったリーガ最終節のエイバル戦には先起用されキャプテンマークを委ねられたが、でに順位も確定した消化試合であり、サポに最後の姿を見せる機会となる以上のはほとんど想定されていなかったかもしれない。しかし、すでに34歳となっていた、ドーレスは、の試合で全盛期を彷彿とさせるプレーを披してみせた。まずは、前半42分、カウンターで並走、アンヘル・コレアからのラストパスを受けて1-1の同点ゴールを挙げる。1点目は、ドーレス、決めさせたいというプレゼントのようなだったとも言えるが、後半に記録した2点目は、牧。少々無理があるようにも見えたジエゴ・コタからのスルーパスに反応すると、二人の相手 DF リ完全に後ろからスタートしながらも急下で抜き去って、ボールに追いつき、飛び出した GK、かわしてフィニッシュ。ゴール裏のサポーターと抱き合い、アトレティコでのラストゴール、なる得点を祝った。今週末のリーガでは、首位座を守りたいアトレティコが、エイバルと激。このカードで生まれた過去の名場面として、公式ツイッターアカウントではトーレの2得点を振り返っている。次ページ、動画、アマにも完璧だったラストマッチ。アトレティコ、終戦でのトーレスの勇姿。